ミカサツーリングミカサは、岡村製作所が1957年から1960年にかけて製造、販売していた商用車と乗用車のブランドである。前輪駆動方式であり、自社製のトルクコンバータを採用した日本初のオートマチック車として特筆される。岡村製作所は1945年に、旧日本飛行機の航空機製造の技術者らによって創業された。 当初はオフィス家具を手掛けたが、1950年に日本初のトルクコンバータの開発に成功。さらに、このトルクコンバータを搭載した自動車の開発を目指すことになる。自動車の開発にあたって、岡村製作所ではシトロエン 2CV を購入して研究した。2CV の手法を取り入れ、当時日本では珍しかった全輪駆動方式と、 空冷水平対向二気筒エンジンを採用して、スペース効率を追求、前輪に動力を伝達する、トランスアクスルは、当時一般的なマニュアルトランスミッションに変えて、自社製、トルクコンバータによる自動変速式とした。最も完成したモデルの外見から 2CV の影響が伺えるのは、ボルト3本で組み付けられるディスク式ホイールぐらいである。またサスペンションの設計も、 2 CV の独特な前後連環喧嘩は採用せず、前後とも手堅く重ね板ネを用い、前輪のみ独立式とした。1957年5月に日比谷公園で開催された第4回全日本自動車賞において、ミカササービスカーマークアイを呼び、ミカサスポーツの2台を出展。ミカササービスカーマークアイは、同年から販売され、 ミカサスポーツはミカサツーリングと名を変えて1958年から販売された。また、後にミカササービスカーマーク2も発売された。ミカサの製造にあたっては、ボディには航空機の薄い加工技術が、シート及び内装には家具製造の技術が用いられ、生産はすべて岡村製作所の社内で行われた。しかし、メインバンクが共通する。 ホンダ技研工業がすでに二輪車事業を起動に乗せており、メインバンクが岡村製作所にオフィス家具への専念を進めたこともあり、1960年に生産が中止された。総生産台数はサービスカーが500台余り、ツーリングが10台程度とされる。 岡村製作所の業態変更により、同社のトルクコンバータが、その後自動車に採用された例は、1960年発表の、松田 R360 クーペと1961年発表の、愛知機械工業、コーニーグッピーの軽自動車2種に止まっている。1955年、自社製、トルクコンバータと二足自動変速機を組み合わせた AK、AK-4 型。 ノークラッチ OK ドライブのテストベッドとして試作者が、戦術の通り、エンジンを含め、設計から、組み立てまでの全てが内製で行われている。パワートレインのレイアウトは、半とした 2CV に習い、前から縦置きエンジン、デフ、トランスミッションの順であるが、スタイリングは 2CV とは全く異なり、独立したトランクを持つ3ボックスタイプの4、ドアセダンとなった。 同社のウェブサイトには、広報用と思われる、パワートレインとセダンの外観写真のほか、586cc というエンジン排気量と AK-4 型の記載があるが、その他の諸言と生産台数は不詳。1957年5月の第4回全日本自動車賞にプロトタイプを出品。価格は48万5千円で、 マークアイとマークツーを合わせて500台余りが生産された。ミカササービスカーマークツーはマークアイと同様にライト版であるがマークアイがボディと一体で窓のある過失を有するのに対してマークツーは窓を排した背の高い過失を有するフルゴネットタイプであった。ドアと過失の外反に多数のリブが並ぶなどマークアイに比べてより割り切りが感じられ、 目標とされた 2CV にもあったフルゴネットの雰囲気に近づいている。1957年5月の第4回全日本自動車賞にミカサスポーツとして出展。翌年ミカサツーリングと名を変えて3台のみが市販されたとも10台程度が製造されたともされる。価格は87万5千円であった。ハードトップのクーペモデルが東京都千代田区長田町にある 岡村椅子の博物館で展示されている。搭載されている自社製オートマチックトランスミッションは2015年7月日本機械学会が認定する機械遺産に選定された。ありがとうございます。